本日はお忙しい中お越しくださいまして誠にありがとうございます。今作の意気込みはですね、僕たちダイヤのエースザライブのカンパニーの今作で4作目になります。ワンツースリーと共に戦ってきた、相手校として戦ってくれたみんなの分の気持ちも背負って一緒に新しいキャストとこのカンパニーのみんなで最後まで戦っていきますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。今回はそうですね、まあ4回目ということで、聖堂のメンバーはさることながら、ここにいる客の元川君、小西君とかもですね、僕らの熱に負けないように稽古中から一生懸命取り組んでくれてました。なのでみんなでダイヤのエースという作品をですね、これからも盛り上げていければいいなと思ってますので、ご協力よろしくお願いします。はい、そうですね、4の見どころはですね、今回小湊兄弟の過去編をやらせていただけることになりまして、その時タイさんと僕の小湊兄弟の関係性だったり、あとちっちゃい小湊春一と凌介が出てくるので、それを陸と、秀之助くんが演じてくれますので、そこをぜひとも見ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、ワンツースリーとはまたちょっと一味も二味も違って、試合はもちろんなんですけど、小湊兄弟、そして自分が演じる倉持陽一の過去が描かれたりですとか、すごく人間ドラマも、たっぷり描かれた作品になってますので、今までと違った、楽しさがあると思ってます。で、自分に関しては演出家がアニメで倉持陽一役をやってる方なので、すごく丁寧にご指導していただいたので、すごく早く見ていただきたい気持ちでいっぱいです。よろしくお願いいたします。先ほども言われているように小湊編があって、主役の、小沢蓮が、もちろん主役ではあるんですけれども、それ以外のキャラクターもすごく魅力的だということが多分この4でかなり描かれていると思うので、もちろん兄弟の絆もそうなんですけど、倉持とのやり取りも僕好きなシーンでありますので、ぜひそこに注目していただければなと思います。本日、今回から、稲実そして鳴宮芽衣が、登場ということで、王女の風格というものを、出していけたらなと思います。そして今回、試合がないんですけれども、聖堂にプレッシャーを与えられるような、存在になれればなと思います。今回新メンバーとして4作品に出させてもらうんですけども、これまでの対しての思いのバトンを受け取って、マキとしてはその聖堂に向けての思いや熱意を向けて、試合に向けて皆さんと一緒に熱い試合を届けたなと思っております。心境やっぱりみんな野球が大好きになってきますよね。そうですね、確かね、なりました。もううちの兄貴なんかね、もう野球好きすぎてエースを目指して、そうエースなんかね、ピッチャー目指してるんですよ。セカンドなのに。最初はセカンドちゃんと練習してたんですけど、やっぱピッチャーっていいな。そういう問題じゃないから、ね、この間野球してみんなで野球した時も、はい、一人でずっと投げて完投しました。完投して本当にナックルボーラーなんですね。そう、変化球を覚え出したからね。野球って素敵だなって思ってます。はい、ちなみに僕は6人連続フォアボール出しました。先頭出しただけじゃなかった。やめちまえ。僕だけで相手に2点を稼がせたって。本当にみんな野球が大好きになったっていうのがありました。まあとにかく仲いいんだなっていうのが、合わせの時にもうあらかじめいたメンバーがね、もう結構和気あいあいとやってるところで僕ら入れさせてもらって、ね、ちょっとね、でもすごいなんかもう空気感が、もちろんこうワンツースリーとやってきているので、すごく出来上がっていて、その中にもう僕たちもこう入れて受け入れていただいて、入って、でもなんかこうただ聖堂とこう稲実、先生であったりとか、こうなんかなんていうんですかね、壁じゃないんですけど、こうあくまでこう対戦するチームとしてのなんか言い方っていうのもこう楽屋とか裏でもあったりとかして、決して仲が悪いとかいうわけじゃないんですけど、なんとなくみんなが役に入ってるなっていう感じはありました。僕は沢村栄順は一応主演なんですけども、
ちゃんとポスターを、はい、一番大きい写真を使ってもらってるんですけど、あの今作はですね、今作というか2ぐらいから僕が喋ると先輩たちに怒鳴られるっていうあの環境というか存在になってきまして、でも今回は見どころはあの僕が喋ったら呆れられるっていう新要素が出てきますので、そこら辺のブルペン芸って言われてるんですけど、そこら辺の沢村英二のブルペン芸も見てくださると嬉しいです。さっきちょうど楽屋で話してた。おいそういうとこや。練習しっかり言うてね。準備してたやつ。練習通り言えました。おい台本通り。おい上手に言えてたやつだね。英二君が投げるときかっこいいですもんね。なんかダイヤル S の魅力って、あの自分がどうこうというよりかは、自分が他の人のために何かこうやってあげるっていうのはすごくダイヤル S の魅力の一つだと思うので、なんかそういう意味では自分の芯というよりかは自分が相手に与えられる芯の方が割と印象的なので、なんでしょう、他の人の芯が好きな人がきっと多いと思います。その中でも小沢君は自分の主演だからね。主演だからね。こいつ。主演ね。敵しかいない。あ、見どころ。どうですか。僕はやっぱり兄貴のところですよ。そのなんですかね、もう言ってしまえば、あの小湊の過去編は、うん、やっぱりずっと言ってた、もう念願の、もう本当にワンの時からというか、もう本当に大さんと一緒に言ってたんですけど、その過去編がやりたかったってずっと言ってたら、本当にフォーになってまさかの過去編をやらせていただけることになったので、もうぜひともそこを見ていただきたいなっていうのは。僕はまああの倉持の過去編があるんですけれども、まあ、もちろんそれはもうストーリーとしてぜひ楽しみにしていただきたいんですけども、まあ、さっきたいちゃんも言ったんですけど、あの亮さんとの関係性というのが、初めてぐらいすごく濃く描かれているので、結構原作でもその鉄壁の二遊間というところに対して熱い思いのある方がたくさんいると思うので、そこはぜひ見ていただきたいなと思ってます。まあ、舞台なのでお客さんが見たところがその映像として切り抜かれるわけですけれども、守備って結構アニメだと普段何してるんだろうって、まあ、あまり映らなかったりするんですけど、舞台ならではどこを見ても誰を見てもその人にフォーカスを当てられるという意味では、本当に守備をしてるなっていうのを多分感じれるのは舞台だけだと思うので、そういう細かい動きとかも野球経験者に教わっていろいろ試行錯誤してきておりますので、そこもぜひ皆様には注目していただければなと思います。そうですね、オープニング確かにかっこいいよ。そうなんです、まあ、見ていただければ分かると思います。はい確かに、せいやのフォームがすごい美しいので。いや、そんなことないですよ、レン君。僕喋ってほしいですね。マキはですね、そのもう聖堂のメンバーで結構出来上がってる空気というか、その1から3までやってきた空気の中に、どれだけマキの、まあ、戦線としてのその違う空気を全体に流し込んで、またそれが化学反応というか熱い試合にできたらなと思って、僕は全体的に試合はもう聖堂も戦線も含めて見どころだなと僕は思います。なんだよ。